飲み込みに障害がある患者さんに水分を提供する際にはとろみをつけると良い場合がありますが、お酒にとろみはつくのでしょうか。お酒にとろみ剤を混ぜて粘度を経時的に測定してみましたのでお示しします。お酒ととろみ剤はこちらのものを用いて E 型粘度計で測定しました。赤ワインです。これはなかなかとろみがつきませんね。20分経っても十分なとろみがつきませんでした。ウイスキーです。粘度の立ち上がりは遅いのですが、最終的には不思議なことに水より粘度が高くなりました。日本酒です。こちらもウイスキーと似たような経過でした。全体的にお酒は粘度がつくまで少し時間がかかる印象です。また時間が経つと過剰に粘度が高くなってしまうものもありました。お酒にもとろみはつけられますが、粘度が少し安定しにくいですので注意してもらえたらと思います。ちなみにとろみ剤の材料であるキサンタンガムはキサントモナスキャンペストリスという微生物が作る増粘多糖類で、化粧水や乳液などといった化粧品にも活用されています。微生物に感謝。現場からは以上です。